いつぼがやばい。どうもこんにちは、トラゾーです。今日はウエスタンで打ちまくっているいつぼ選手について紹介していきます。まずいつぼひなせ選手は関東第一高校からドラフト3位で阪神に入団、右投げ右打ちの外野手。3月18日のファーム広島戦で代打で初出場するといきなりヒットを放ち、そこからスタメンで使われることが多くなりました。4月14日時点での成績が50打数20安打、2本塁打、打率4割、長打率6割8分、出塁率4割4分4厘、OPS1.124 と高卒ルーキーとは思えない驚異的な数字を残しています。ウエスタンリーグ打率ランキングではもちろん1位です。ヒット20本のうち2塁打8本、ホームラン2本と半分が長打と、とてつもないパンチ力も持っています。ファームでは現在7試合連続ヒット中で、ノーヒットだった試合は3月30日とコンスタントに打てる高いミート力もあります。和田二軍監督はいつぼは追い込まれてからでも広角に打ち分ける、大したものだよ、ファーストストライクからしっかり打てるし、タイミングを取ってしっかり芯で捉える、構えは独特で内角がどうかなという印象があるけど対応はできているとコメント。このコメント通り、いつぼ選手の映像を見ていても右へ左へ広角に強い打球を打っているなという印象が強いです。いつぼ選手はコメントで、初球からしっかり振っていけていることがいい結果につながっていると最近思います、それを続けていきたいと話しています。そんないつぼ選手ですが、高校時代からものすごい成績を残していました。高校3年間で甲子園の出場はなかったものの、高校通算32本塁打、そして 50m は6秒0、遠投は 101m と、まさに走攻守揃った選手。投手としても出場することがあり、その時は最速144キロを記録、そして何よりも高校の公式戦で三振がわずか1と怪物級の成績を残しています。これほどの三振率の低さはとても魅力的です。今の活躍について他球団のチームスタッフも、高卒選手は金属バットから木製に変わり、プロ投手のスピードも相まって打撃成績では期待が持てません、2月のキャンプインから2ヶ月弱でここまで対応できるなんて並の新人ではありませんと絶賛。ちなみにキャンプでの居残り特打にも自ら志願してバットを振り続けたそうです。そして何よりもファンの方々が一番気になっているのが、もうそろそろ1軍に上がってくるんじゃない、早く1軍で見たいということだと思います。正直僕もそろそろ上がってくるんじゃないかと思ってました。しかしそれについて和田二軍監督はあるルールを決めていたようです。それが連続3試合でスタメンで使わないということです。いずれ卒業するけど今は無理はさせられない、高校を出たばかりだからとコメント。2試合連続スタメンを上限とし、3試合目はベンチスタートと決めているそうです。スタメンも守備の負担が少ない DH を組み合わせているとのことです。打つだけの選手になってほしくない、いいスタートは切ったけどまだ体力も含めやるべきことはあるとさすがの和田監督です。ということで、おそらく今年は1軍昇格はないんじゃないかなと思います。これほど活躍しているとはいえ、まだ先月に18歳になったばかりの体です。未来のタイガースにとって絶対欠かせない選手になるので、今は体、メンタルを含めてしっかり育てる段階です。以上、いつぼ選手について話させていただきました。阪神は高卒が育たないなんて言われてますが、それを覆す活躍を期待しています。まずは今年1年間怪我なくシーズンを終えてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。